義兄嫁さんが独善的ですごい。基本的にしっかりしゃっきりママさんなんだが、自分の意見が常に正しいとゴリ押しが半端ない。例えばみんなで行く旅行先、今はここが安いから行かないと。例えば電車に乗る車両、駅で降りるなら3両目に乗らないと。もちろん道順や子育てや服、政治経済時事ネタに関しても言ってることが間違いってことは少ないんだけど、みんなが今望んでることはそうじゃないからということはわからない。正しいんだから従ってもらわないと、まさか反対意見はないわねみたいな感じ。めんどくさいのでみんなハイハイって言ってた。で、子供の学齢が上がったのでなんとなく疎遠になっていった。この間久しぶりに義実家に全員集合で食事会をした。義兄嫁さんが私旦那にドレッシングを渡そうとしてくれたんだけど、私旦那が、あ、僕はドレッシングいらないのでって言った途端ファビョリ出した。学級委員長が切れて演説始める感じで、曰く、私が良かれと思って頑張っているのに誰も感謝しない。なんか学校の PTA とかママグループでうまくいってないんだそうな。自分がいかに正しく良い情報を伝えてあげているか、気を使っているか、頑張っているかとうとうと語り出したので、うぜえと思っていたら大学生の琴音ちゃんが言ってくれた。岸さん、自分が周りの人の気持ちを考えないんだから、周りが岸さんに気を使ってくれなくても仕方ないんじゃないのかな。反論する義兄嫁に、いつも自分の意見を言ってるだけでしょ、他の人はどうしたいと思っているのか考えたことある？正しい情報とかじゃなくて、その人はどうしたいのかなってことだよ。少なくとも私たちに聞いてくれたことはないよね。人に気を使うって、その人はどうしたいのか考えてあげることじゃない？結局ここではいつも義兄嫁さんの思い通りになってきたでしょ。旅行先も料理も何でも、それは私たちが気を使っていたからなんだよ。それは別に構わないけど、他人にもそれを要求するのは無理だよ。嫌ならその時言ってくれたらいいじゃないの、とかブツブツ言っていたので、私、いや、だから気を使ったんですよ。止め、うん、せっかく言ってくれてるんだからと思ってね。うと、まあ、普通はそのくらいは気遣うよ。君ももう少しね。義兄嫁がどこまで理解できたかはわからないけど、とりあえず、ぐぬぐとなって黙っていたのでよしとする。